はい、今日はリバウンドについてお伝えしていこうと思います。ファスティングとかをサポートしていると特にですね、リバウンドをしないんですかとかっていうご質問をよくいただきます。リバウンドをする人としない人っていうのはもちろんいますが、それについてですね、今日はお伝えしていこうと思います。リバウンドをする、まず理由としては、あなたのせいではありませんっていうところです。リバウンドをしてしまうのは全てですね、ホルモンが悪いと思ってください。あなたの意志が弱いとか、そういった理由でリバウンドをしてしまうわけではないっていうところをしっかりと押さえておいてください。ホルモンの中でも大切なのがインスリンって言われるものですね。インスリンって言われるものとコルチゾールって言われるものです。この2つがメインで大切なものになっていくかなと思います。インスリンって言われるホルモンは体の膵臓って言われるところから出ていきます。全然出ないですね、失礼しました。体の膵臓っていう場所から出ていきます。この真ん中ら辺にある臓器ですね。よく糖尿病とかから、糖尿病の原因としてこのインスリンが出すぎてしまって、血糖値が、もうバカになってしまうと、糖尿病っていう病気になってしまいます。これは副腎って言われるところにあります。副腎、腎臓のちょっと上ら辺ですね。こういったところにあるホルモンが、一番大切なんですよっていうところを今日はお伝えしていこうと思います。まずインスリンのところのお話からしていきますけれども、このインスリンが多く出過ぎてしまっている人は絶対にリバウンドをしてしまいます。どんなに自分の意思だったりとかが強くても、インスリンが出る機会っていうのがすごく多い人は絶対にリバウンドをしてしまいますよっていうところですね。インスリンが出てしまうのは、食べ物を食べて血糖値が上がると、血糖値が上がるとその血糖値が高いままだったらいけないので、血糖値を下げるようなホルモンがこのインスリンです。例えばですね、朝ごはんを食べて、朝ごはんを食べるとインスリンがドンって出ていきます。その後お昼ご飯ですね、お昼ご飯を食べるとまたインスリンが出ていきます。その後おやつでも食べてみましょうか。おやつ、間食とかですね、こうするとまたインスリンが出て、最後に夕食です。夕食、こうなっていくとインスリンが常に出続けてしまっているような状態が一日の中でずっと作られてしまいます。寝てる間はインスリンが出ない期間っていうのもちょっとだけありますけれども、トータルで見ていくとずっとインスリンが出てて、寝てる間の数時間、まあ 6、7 時間ぐらいしかインスリンが出ない期間がないっていう状態になってしまうと、体の中でインスリンが多くなりすぎると脂肪を体に蓄えるっていう働きがありますので、そうなってくれば自然と、ダイエットを頑張っていったり、1日で、まあファスティングとかをすると簡単にですね、3日で3キロ4キロとか落ちていきますが、それでもリバウンドをしちゃう人っていうのは、この食習慣だったりとか食事をとる回数、頻度っていうのが多すぎる方ですね。そういった方は必ずリバウンドを起こしてしまいますので、その習慣を変える必要がありますよっていうところがまず1点です。そしてコルチゾールって言われるもの、こっちはストレスです。ストレスが高くなってきてしまって、このコルチゾールって言われるホルモンが多くなってしまうとこれも、血糖値の、コントロールっていうところに関わってきてます。血糖値が、つまりですね、リバウンドを起こすのは血糖値なんですね。結局は血糖値のコントロールがうまくいっている人はリバウンドはしてこないですし、体重の調節、体重が低い状態でキープすることができますけれども、この血糖値が高くなっちゃう人、そういった場合は、必ずリバウンドを起こしますので、まずはですね、自分自身に、ストレスがひどい人は必ずリバウンドをしてしまいます。いろんなストレスがありますけれども、イライラしてドカ食いをするから、リバウンドをしてしまうわけではなくて、ストレスが元からあるからそれだけでリバウンドをしてしまうっていうところがまず1点。そしてあなたの食事の回数とか頻度っていうのはどうですかっていうところが2点目です。食事の量が問題であったりとか、そういうわけではないですよっていうところを押さえておいてください。
一番簡単なリバウンドを防ぐための方法としては、この朝ごはんを抜いてしまうっていうところが一つ一番効果的な方法になります。朝ごはんを食べないとですね、集中力が持たないとかっていう人いるんですけども、反対でこの血糖値が上がると逆にインスリンが出て血糖値を下げた時に体は眠くなってきたり調子が悪くなったりしてしまうので、この朝を抜くっていうのが一番効果的になります。そもそも朝お腹空いてますかっていうところなんですね。私は再三朝ごはんは抜いた方がいいですよっていうところをお伝えしてますので、昔の動画とかも興味ある方は見ていただければと思いますが、こういったところを改善していかないと、結局いくらですねファスティングであったりとかダイエットとかでいろんなやり方をして一時的に体重を落とすことができても、結局またリバウンドをしてしまいますので、そうなってきたら意味がないですし、もったいないですから、しっかりですねここのホルモンが問題になっているっていうところを理解していただいて、正しいダイエット、正しいファスティングっていうところをトライしていただくといいんじゃないかなと思います。はい、だいぶ話していきましたが、まずは朝ごはんを減らしていきましょうっていうところと、もう一個だけ今日あなたにですね覚えておいていただきたいことは、この血糖値を上げるような食べ物をできるだけ控えていくっていうことが重要になります。精製された食べ物、例えばですね白米、例えば小麦、そういったものは精製されたものですね。白砂糖とかもそうですけれども、そういったものを取りすぎてしまうとこの血糖値っていうのは上がりやすくなるので、白い食べ物です、白米、小麦、白砂糖、そういったものを全部排除していくこと、取らないようにしていくことっていうのがとっても大切になりますので、それを玄米だったりとか全粒粉だったりとか、そういったものに置き換えていくこと、そういったことが大事になっていくかなと思います。はい、そんな形でまずリバウンドっていうところを防いでいただいて、あなたのこれからのですねダイエットであったりとかファスティングっていうところを頑張るための、一つ重要な知識としていただけるといいんじゃないかなと思います。わからないことあればご質問ください。いいなと思ったらいいねボタン、チャンネル登録とかもお願いします。はい、今日は以上です。